じゃあみんなそろそろ始めるよ。はいはい、始まるよ。はい。はい、始めます。じゃあそれでは本日12月12日インドフォーユー始めていきましょう。皆さんイエーイ。ありがとうございます。これ僕の思いつきから始まった大会ですが、こうして参加者集まってくれて非常に嬉しく思います。今日は楽しんでいきましょう。では早速ルールの説明から始めます。一応ツイッターの方では流しに行ったんですが、まだ分かんない人もいるかもしれないんで、簡単に説明します。大会ルールはシャッフル形式、期待選択は試合ごとに変えていいことになっております。ステージはサイド7固定で、引き分けになった場合は4位のいたチームの負け。この辺は某所に似ているんですが、ここからは特殊ルールです。まず対戦する4人はこちらでくじ引きで決めるのですが、選ばれた人は他の人全員が戦い終わるまで次の試合には移れません。例を挙げると、今回の人数で全員が戦い終わるまで7試合あるんですが、僕が最初の対戦で選ばれたとしたら残り、6試合が終わるまで次の対戦に移れないというふうになります。でもし7試合目で、選ばれたという場合はその試合で1巡目が終わってしまうので次の試合からは選ばれる可能性があります。要は全員が同じくらいの回数戦える大会ということです。そしてここからがまた特殊な変なルールなんですが、参加者は全員インド王というポイントを持っております。インド王を最初は4つ持っており、勝ったチームはインド王を1つ渡すことができます。これで対戦を繰り返してインド王をゼロになった人、つまりインド王を渡し切った人が、優勝となり、ついでにその時に組んでいた相方も、優勝となります。つまりそういうルールがあるんで、負けが続いたとしても最後に相方になった人が、インド王を渡し切れば優勝できますので、負けが続いても最後まで諦めずに頑張ってください。あとは、ここからちょっと追加ルールなんですが、主催のターン U とかいうターン X 使いはボーナスポイントのようなものです。こいつが相手に回った場合に勝つと、インドを2つ渡すことができますので、敵に回ったら頑張ってぶっ殺してください。なお、今インドを渡すというような表現をさせておりますが、負けた側のインドを増えたりはしません。なのでインドを減らすだけのゲームになりますので、よろしくお願いします。さあ、長ったるい説明はここまでして、くじを引いていきましょう。記念すべき第1試合目いきます。アマさん、まず1人目、ペルザーさん、はい、はい、じゃあ座ってください。もう1人、ルナさん、はい、もう1人浩平さん、はい、浩平さんも座ってください。最後の1人がアルスさん、はい、この4人で戦ってもらいます。じゃあお願いします。あ、サイトセーブン固定、ああ、そういえばあれ固定になっちゃってるね、これ。あ、黒美さん、すいません黒美さん、シャッフル設定にもしていただいても、やっべ忘れてた、少々お待ちください。実はこの大会、ちょっと前に、アルツハイの方を行っていたんですけど、まあちょっとね、こっちの方は固定の設定になっていて、ちょっとお急ぎでやったもんで忘れてしまいました。申し訳ございません。今設定し直します。あ、ごめん。いやいやいや、だってこんぐらい当然だろ。210までいくっすよね。この宿に言って、はい、大丈夫です。この宿にそれを言って、これぐらい当然だろ。すみません、2000格闘チャージが次元。さあ、設定の方が終わってしばらくお待ちください。はい、じゃあもうゲームが起動次第始めちゃってください。お願いします。試合ごとに変えても構いません。何でもいいです。一応マーク2も OK ですけどね。実は僕自身はあんまり戦いたくはないかなっていうような感じです。さて、みんなが入ってテレテン、アイオテック、おっと、まあ一応ネタ期待でも構いませんが、一応勝つのが目的ではありますので、よろしくお願いします。あ、でも星2なんだな、あのアイオテック。誰だ、あ、ルナさん、おっと、みんな期待選択でちょっと楽しんでいますね。お、あー、強いさん、あ、別にいいよ。じゃああれそのままやっちゃって、一応サイドセブン固定ではあるけど、ちょっとステージさんランダムにしちゃったみたいですね。まあ某所ではそっちの方でいいんでしょうけど、一応この大会ではサイドセブン固定ということでよろしくお願いします。さて、試合の始まり、始め。さて、ダブル X ズダに、シャゲアイオス、さあダブル X アイオスが組んでシャゲとズダ、さあシャゲズダですか。あー、視点どうしようかな。視点何がいい、アーマさん、守ろう、ミレイを守ろうというふうにいただいたので、アイオス選手いきましょう。
さて、ルナさんの、愛用スペースになります。指針に5です。何が俺がやれってよね。ハロに指針を押し付けてて、さて前に出ていく。まずダメージを与えて進化したいところですね。で自分もエクリプスなのは使うんですけど、やっぱ素材の状態すっげー貧弱なんでね。ブメだと言ってもあれこういうのでブメが強いって誰が決めたんだっていうぐらいの弱さですからね。さてズダの体力がちょっと減っていて、こちらもちょっと進化ゲージはある程度溜まっていますね。なかなかいい状況であります。さて、バラマイタープレッシャーに、当たったようで進化できました。未来を守ろうアイオスペース株式会社。さてズダが突っ込んでいけないところを迎撃する。さてこちらの体力少し減っていて、ダブルエックスもちょっと損傷拡大といったところですね。このくらい体力減っているのか分かりませんが、あーとズダのあれが当たってしまう。さてダブルエックスは多少減っていて、こちらも結構減らされてしまった状態。コストの差は結構ありますので、この辺で時間が経っていきたいですね。さて向こう覚醒してダブルで追っていく。さあガンダムエックスで終わっているが、まあ、変形でうまくできているようですね。覚醒したといっても簡単に追えないです。さあシャゲも体力はなかなか減っていて、ツダも、まあ、半分取りたところでしょうか。まあ戦術はなかなか機体パワーがこちらに比べてはないですからね。固定ではなかなか、固定ではありません。見合わせなんですけどね。さあこれがやれって言って、さあ残り向こうのコストが2000となっています。まあ、こちらはダブルエックスは結構減っていて、こちらは半分くらいなんで、まあまだワンチャンなくはないっていうぐらいでしょうかね。やっぱ向こうちょっと不利な感じは否めないですか。さあ手下げ追ってきて、さあマイク、うまくしのいでダウンミサイルも防いでいく。さあ津田がその援護するがちょっと距離が遠い。さあ津田学生で助けに行く。さあでダブルエックスはそろそろ落ちそうなところだが、いやシャゲは、まあ、体力はまだ残っていますからね。普段もあんまり焦りすぎずに頑張っていってほしいところで、極限進化でビリビリさせる。さてダブルエックスが落ちてこちらの体力結構やばい状態。さあ格闘フルが格闘極限進化。おあごめんなさい、アイオンスエースの武装名は僕わからないので、その辺は割愛させていただきます。さあ覚醒はヘルメスに乗ったシャゲがブンブンしていて、まあ、しかし投げの体力ここで取られてしまったんでね。さあアイオスを落とせばワンチャンといったところだが、ここでツダが落とされる。シャゲの体力も半分といったところ。さてここでシャゲは取られて、もう即死圏内、ビームライフ2発で死ぬ。さてツダがこちらを見ているが、さてアイオスとしてはちょっと落ちたくはないといったところだが、さてブメが当たって勝利したのはフェルザーさんとルナさんですね。おめでとうございます。あちょっとノートにメモをしますので少々お待ちください。さてここでインドを渡したのがヘルザーさんとルナさんになります。あお願い。じゃああれ次の試合、じゃあコーラさん、ドジザオマイマイさん、メカヒスイさん、生徒会長さん、さあ機体はまだ決まってない感じですかね。さあやっていきましょう。さあシャッフル大会はね、本当にどういう組み合わせになるかね、楽しみですからね。さあ行ってみましょう。さあアイオスリスニー対さあゴールドスモーズダ。あー意外とでもズダの視点って見えてないですね今日。ズダ行きますか。さあズダ行きましょう。さあこっち側はまあズダがね3落ちまでできるんでね、まあどんどんズダを押し出して、やっていきましょう。さあいきなりのシャゲダン。さあちょっとでもチャージがね失敗したのがねあんまりできなかったですけどね。さあまあ開幕はお互いね牽制の試合なんでね、まあどちらが先に仕掛けていくかっていうところですが、さあそうアシストが当たる。いややっぱりあのアシスト優秀ですね。さあエクストリームの方もまあ直前進化したいんでね、どんどん向こうも攻めていきたいところですが、さあまだちょっと開幕牽制の試合なんでね、なかなかもう進化してますね。エクストリームがさあ未来を守ろうアイオスレイス、まあ、株式上場。アイオスもねまだよくわからない機体なんですよね。
どういう地点でなんかまあ、テルが来るかとかいうのも分かんない。さあこれツダが一落ちしていく。さあ相方がさあ両方減らしてますね。いや落ちそうですね。さあゴールドスモーが攻めてさあディスに落としていく。まあ、まだこちらねゴールドスモー半分以上残ってるんでね、かなりリードを取ってるんではないであろうか。さあディスにパラフェルティーナから横角、さあパルマ、さあ横角、さあ横が吹いている。まあしかしそこでダウンされる。まあちょっとダメージは少ないですかね。さあエクストリームの方まだまだね体力はあるんでね。おっとこれこのサブが当たる。このサブ当たってるとこ初めて見ましたね。意外と痛くないですね大丈夫ですかさあディスティの方が攻めていく。さあちょっと入らなかったが、さあ横から振り合い、さあ腕を持ってくる。これがディスティにありますからね。さあパラフィオキレイなコンボは入れない。さあゴールドソーンも隠し取ってますがね、まあそこはダメにいらない。さあユニバースからのサブサブ、うわ減る。さあポーを出してお互いに牽制していく。まあ残りあとね2000コストあるんでね、もう1回落ちれますが、さあこれどうするところですかね。ディスに落としに行きたいところなんですが、さあエクストリームの方、まあ、もう残り2ですね。もうさあ即死内だったがこれ死ぬ。さあ横角を入れていく。さあディスがもう格闘少しでも減っていくと、さあこれサブが拾えない。さあこれ会場の方も攻めていくが、まあでもまだ残り2000コストあるんでね。さあこれもゴーストいくしかない。さあいいコンボが入る。今の最後何だったんですかね、あれ打ち上げ。さあ勝利した。あアイオスの B 角、 B 角で、ああ飛んでそれを取ったと。やりますね、いや生徒会長さんですね、なかなか。さあ勝ったのがメカシスイさんとあコーラさんですね、おめでとうございます。さあどんどん引いていきましょう。はい、トールさん、ミネサーゴさん、はい、あと2枚、あと2枚適当にいきます。ゼロ分さんにレースさんですね。はい、もう一度読みます。レースさん、ゼロ分さん、ミネサーゴさん、トールさんですね。お願い、レースさん、レースさん、極限進化、極限、大丈夫ですかね。いやでもやはりシャッフル大会の空気はいいですね。俺はやっぱこの大会が一番好きですわ。まあ出てないんですけどねまあ、あ、さあアンマさんお手伝いありがとうございます。さて次は俺の実況をさせていただきます。さてとあれちょっとアンマさん、あれこれの、チェック、この辺にあれチェックで今試合やってると。はいはい、始まりました。全員2戦、あメッサーラスピーゲルに、レッドフレーム赤枠、赤枠じゃない、ガナーザクウォーリア、プレイヤーネーム見てねえやさて、試験はレッドフレームこのカード名誰、あ、ポールさん、あ、ポールさんか、あ、なるほど。さてスピーゲルを当てていって、さあメッサーラもなんかちょっと減っている。ガナーザクもなんかすっげえ前に出てるな、あれ、まあ、ガンガン攻めていって、ダウンを取ってサブうまく避ける。さてここの着地を取るのは厳しいところだから、先に着地をしてメッサーラがいて、なかなか取れない。メッサーラ急上昇ができますからね、あれはなかなか強い。さあそこが届かない、うまくガードしていった。なんだこの高コード。さてスピーゲル迎撃したところなんとか倒して、スピーゲルがなかなか減っている状態ですね。ギルタイマンで何かあったのかな。でもガナージャクも割と減っている状態ですね。さてメッサーラを追っていってガンガン追っていく。さあ隠れ格闘させて、前とくですっごく安くなった。さあこの間に相方が落とされてしまい、ちょっと体力調整が良い状態になったという。これメッサーラはもう体力はなかなか減っていて、あとここで引っかかる。ここでメッサーラを落とす。さてスピーゲルをガンガン追っていくか。さあルナーって飛んでいって、スピーゲルを学生、ガナーがすっごい前に出ていきますね。まああれ確かに設置すれば当たりやすいっちゃ当たりやすいですけど。さあここで相方を二落ちに切り替えたか。この下がり方は、さあ下がって踊ってますと通信があって、さあメッサーラ確定。この体力ですから、これで刺していって、いい感じに確定は削りましたね。これでメッサーラが体力2にならない、確定ができないといったところでしょうか。さあここで逃げてきて、
あーっとナイスで してしまった、多分立てしたかったんですね。あーっとちょっと見たところに、まあ、補正があるんでまだ安いですが、バックライバーって。で、金沢氷が殴られている、アラネットをかぶっているんで、ちょっと助けるのが厳しいですね。さて、1系と覚醒して、ルガー、うまく当たっていく、リーギョの体力が削れて、さて、ダメージ率的にはいい感じでしょうね。さあ、覚醒を使ったばっかりですからね、ガナーの覚醒はもうちょっと待ってほしいだが、さて、ネットをかぶせて、殴っていく、なかなかいいダメージ。さて、スピーゲルは半分ぐらいとなっていて、覚醒は、金沢氷が挟まれてポコポコ投げられる。ここはやっぱりレッドフレームを割れちゃいけない場面で、射撃が去ってしまう。体力はミリ、しかしまだ覚醒は入っていない。ここでまだワンチャンあるか、一発でも捉えてしまえばっていうところなんですけどね。スピーゲルを追いに行ったなら区内に迎撃されて終了とか、そんなこともあります。さてうまく当てていく。弾道技術でメインが刺されば終わったかもしれないが、さあここで覚醒、さあスピーゲルを追っていって、これあと覚醒はない感じかな。おっとガナーザクウォリアのメインが刺さって勝ったのは、トーレさんのレッドフレームと、ミネサーゴさんのガナーザクウォリアですね。おめでとうございます。